チャプター15、星の停止の真実。わかるのか、真実が。お、ずっと岩場にいるな。よし、ここがいい。ここがいいんだ。ここなら闇ラミたちも見つけにくいだろう。闇ラミまだ追ってきてんのこれ。教えてくれジュプトル。未来ではなぜ星の停止が起こったんだ。うん、それ教えてくれんの？星の停止が起きた原因、それは、うん、お前たちが住んでいた過去の世界でディアルガが司る、出たディアルガ、次元の塔が壊れたからだ。次元の塔が壊れた。ディアルガ？え、時の歯車じゃないの？なんなのそれは。例によって知らないチョコが。時間を操る伝説のポケモンだ。ディアルガは次元の塔で時を守っていた。ほう。しかし次元の塔が壊れたのをきっかけに少しずつ時が壊れ始め、なんで壊れたんだ次元の塔が。ついには星の停止を迎えたのだ。ヨノワールさんが言ってたのと違うな。ヨノワールさんは時の歯車のせいって言ってたけど、ディアルガはどうなっちゃったの。ディアルガは時が壊れた影響で暴走した。え、そうなの。そして星の停止を迎えた未来世界のディアルガに至っては、次元の塔が壊れたらディアルガ暴走するんだ。ほとんど意識もなく今は暗黒に支配されている。あ、そうなんだ。暗黒に支配されてるの。もはやあれをディアルガとは言えないだろう。全く別の存在。うん、そう、闇のディアルガと言うべき存在だって。いや、ディアルガじゃねえ。あ、ディアルガはディアルガなんだ。闇のが頭についてる。そうなんだ。うー、なるほどね。暴走してるんだディアルガ。闇のディアルガは感情を失ったまま、ただ歴史が変わるのを防ごうと働く。歴史が変わ、あ、それが俺なの。だから俺はディアルガに狙われてるのだ。ああ、ジュプトルね。俺は歴史を変えるため、つまり星の停止を防ぐために、未来からお前たちの世界へタイムスリップしたのだから。ほう、ジュプトルが本当は星の停止を止めようとしていた。ジュプトルが星の停止を防ぐためにオイラたちの世界に来たんだって。なんで復唱したんだよ丁寧に。そうだよ。それはオイラたちが聞いてた話と全く逆だよ。ヨノワールさんが嘘をついていたということか。やっぱジュプトルは星の停止を起こすため未来から来たんじゃないのか。だってジュプトルは時の歯車を盗んでたじゃないか。それが星の停止を止める術だったってこと。冗談じゃない。 JJ、 俺が時の歯車を集めてたのは星の停止を防ぐのに必要だったからだ。おお、やっぱり次元の塔に時の歯車を収めれば、あ、壊れかけた次元の塔も元に戻る。あ、そうなの？時の歯車で？また時の歯車を取ると確かにその地域は時間が停止するが、それも一時的なもので、次元の塔に時の歯車を収めさえすれば、また元に戻る。なんだそのややこしい性質は。あ、そうなんだ。え、でもなんでヨノワールはそれを邪魔してんの。じゃあヨノワールさんが言ってたことは、なんでディアルガを助けてるんだヨノワールを。ジュプトルは未来で指名手配中の悪者だったとか、ジュプトルが未来から逃げ延びるために過去の世界やってきたとかの話は嘘だったってことか。全部デタラメだっていうの。ジュプトルの話を信じるならな。当たり前だ。ヨノワールはこの俺を捕らえるべく、ほう、闇のディアルガが
未来から送り込んだ。あ、視覚だからな。闇のディアルガが送り込んでるんだ。意識あるじゃん、めちゃくちゃディアルガ。ヨノワールさんが視覚だって？まあこれまでのこと考えたらそうだろうなって感じあるけど、さっきも言ったように闇のディアルガは歴史を変えようとする者がいるとそれを防ごうと働く。それでヨノワールさんに命令してるってことか。だから俺がタイムスリップしたことを知るとヨノワールを死角としてその後を追わせたのだ。これもでもやっぱ時が狂ってる影響なのかな、ヨノワールさんがそういうことをするのも。ヨノワールさんがそんな、お前たちには信じられないだろうが。全然信じられない。いやーでも処刑されかけたぞチョコビ。だってあのヨノワールさんだよ。確かに今のヨノワールさんはよくわからないけど、まだ操られてるとかの可能性もあるのか。でもオイラが尊敬していたあのヨノワールさんが、やっぱチョコビはすごい信頼してんだな、未だにヨノワールさんのこと。あ、やっぱり信じられないよ泣いとる。チョコビはよく泣く。確かに信じられないことだけど、俺この未来世界でこれまで起こったことを振り返ると、ジュプトルの言うことは筋が通って、まあね、てか実際納得がいく。ディアルガと喋ってるところを俺は見てるからな、神視点で。そしてそれはチョコビも本当は心のどこかで分かってるんだ。あ、そうなんだ。分かってるからこそ受け入れたくないんだ。察し力高いな。でも、あ、おい、どこに行くんだ。チョコビどこ行くの一人で。おいら、ヨノワールさんに会いに行く。一人で？なんだと？危ないだろ。ヨノワールさんに会ってジュプトルが言ったことが本当かどうか確かめてくる。でも処刑されかけたぞさっき。そんなことしてどうする。捕まってまた処刑されるだけだぞチョコビー。お前が叶う相手じゃない。あ、そうなんだ。チョコビーもクソ強いけど。じゃあオイラはどうすればいいんだ。どうすればいいだと。さっきお前は言っただろう。うん、自分で判断すると。ああ確かにそうだ。何を信じていいかわからないからこそ話を鵜呑みにせず、自分で考えると。考えた結果が会いに行くなのかな、チョコビの。でも苦しい時だからこそ気持ちを強く持つのだジュプトル。あとは自分たちで考えて行動してみろ。すごい、すごいアドバイスしてくる。あ、ジプトルはどうするの？俺はまた星の停止を食い止めるため過去に行く。あ、また行くの？また行けんの？そしてそのためにセレビーを探す。セレビー！ああ、時渡りポケモンだ。なるほど、そうだ。俺についてきてもいいし、ついてこなくて、面白いな。ここでセレビー出てくるんだ。お前たちはお前たちで自分の道を決めろ。いや、セレビーがその時空ホールみたいなの作ってたってこと？じゃあな。行っちゃった。セレビーいるんだ。確かにタイムリープといえばセレビーだな。自分も何を信じていいのかわからない。でも一つはっきり言えるのは、この暗黒の未来世界では星が停止してるってことだ。ああそうだね、ディアルガが暴走している。そしてこの星の停止は自分たちの世界で起こったことだ。そうだよな、あの世界が崩壊しちゃうってことだよな。
だからそれを食い止めるためには過去に戻らなくちゃならない。なるほど。何にせよ過去に戻る必要がある。絶対に帰ろう、自分たちの世界へ。ヒョコビとも約束したしな。ヒョコビ、セレビーに会いに行こう。ランタン、うん、分かってる。ヒョコビ、ジュプトルの言う通りだよな。心では分かってるらしいからな、ジョコビは。こんな時だからこそ気持ちを強く持たなくちゃ。心が二つあるってやつだな。オイラはもう大丈夫だから。本当に？行こう。ジュプトルの後追いかけよう。いやー、なんかチョコビのメンタルが心配だ。ランタン。どうした？絶対に帰ろうな。そうだな。自分たちの世界へ。そうしよう。帰るしかない、とりあえず。あ、ヨノワールさんとディアルガ。ディアルガなんでそんな暗いところにいる。ディアルガ様、あの者たちを捕らえる手はずは全て整っております。やっぱ闇のディアルガだから暗いとこ好きなの。そして時が来たらディアルガ様のお力も必要になるかと。ディアルガの力、ヨノワールはなんで従ってんだろうな。かしこまりました。ディアルガが生み出したとかなのかな、ヨノワール。では予定通りに。いなくなった。いや、ディアルガ語を理解してるしな、ヨノワールさん。あ、石化ガルーロ。だからジュプトルに追いついたんだ。あ、あれ、なんだろう。嘘つくのやめてもらっていいですか。今の感覚は不思議雪。前にも感じたような。あ、デジャブユ、デジャブユですよこれは。ここはどこなの。前もここに来たことがある。俺はここは黒の森、絶えず黒い霧がかかっているので、そう、よ、黒い霧、能力変化が元に戻りそう。そしてこの森の奥深くにセレビーがいる。あー、やっぱり誰おじいさん来たね今ね。ジュプトル、さっきも言ってたけどセレビーって何なの。あ、よく分からず聞いてた、セレビーのこと。セレビーは伝説の時渡りポケモンでありね、時間を超える力。いやー、ディアルガとセレビーが関わるの熱いな。まあちょっと変わったやつではあるんだけど。変わったやつ、あ、そうなの。とにかく俺が過去に行けたのもセレビーの力を借りたからなのだ。え、ヨノワールさんは違うのかな。じゃあそのセレビーに会えばオイラたちも元の世界帰れるってこと。ヨノワールさんはディアルガの力で行ったのかな。ああ、帰れる、帰れるんだ。ただしセレビーは俺を過去に送ったポケモンだ。うん、つまりセレビーもまた歴史を変えることに協力したことになる。あー、じゃあ狙われてるってこと、ディアルガに。それは、じゃあもしかしてセレビーもディアルガ VS セレビーの構図なの。そうだ、セレビーもまた闇のディアルガに狙う。すげえ、時の能力者同士で激アツ、グズグズしてはいられない。早く準備してセレビーを探しに行こう。行こう行こう。おー、あ、セレビーはジュプトルに協力してるんだ。そうなんだね。早くしないと闇ラメ、やっぱまだ追ってきてんのかな。相当離れたと思うけどな。行くぞ。うん、行こうか。ちょっと待ってくれ。あれ、チョコビ、どうした。うん、どうしたん。もしオイラたち3匹が元の世界に戻れたら、うん、ジュプトルはやっぱり前のように時の歯車を盗むの。まあそのために戻るって言ってたもんな。ああ、そうだ、それが目的だもんな。そうしないと星の停止は止められない。うん、お、オイラは、うん、
オイラはまだジュプトルのことを、ああ、信用できてない。信用しているわけじゃないからな。うん、やっぱそうなんだ。元の世界に帰りたいから一緒に行動しているだけで。ああ。オイラたちやジュプトルが元の世界に戻れた時、時の歯車を盗むことが星の停止とは関係なく。なるほどね。やっぱりジュプトルが間違っているようだったら、その時はまた戦うのか。オイラはジュプトルを止めるからな。好きにしろとか言いそう、ジュプトル。好きにしろ。予言してしまった。ただし、今大切なのはお互い無事にまた過去へ行けるかどうかだけだ。まあ、セレビーを使わせてくれる時点でかなり優しいけどな、ジュプトル。だったら今はそのためだけに集中しろ。行くぞ。うん。俺。やっぱり何か感じる。デジャブユね、ここでも。ん？ランタンどうした？ここにも来たことがあるのか？そうだ。確か以前にも似たようなものを感じたような。いや、グラードン像の時じゃない？あれは。そうだ。あれは、あの時の。あれとかあのとか多いな。ああね、やっぱりこのシーンだ。いや、ヨノワールさんがやっぱ俺のこと知ってたのも、多分俺もなんか未来に関係あるんじゃない？あの時の感覚と似てるんだ。うん。おい、何やってるんだ。あ、すいません。定期的にぼーっとするからね、俺。早くしろ。早く行こう、ランタン。あ、チョコビには説明しないの？ここに来たことあるっていうの。あ、いる！え？うぃついてきていた！ごめん、本当についてきてんのかなとか言って。本当についてきてたわ。ヤミラミ。あ、ジュプトルいる！レベル46、高っ！やっぱまだ樹海にはならないんだ。ガバイトには注意しろよ。あ、ガバイト名指しで。なんかトラウマあんの、ガバイトに。同じ中間進化としてライバル心がある。やっぱこの世界も進化できないのかな、時が止まってるから。ああ、ガバイトいる。あ、ガバイトいるよ。ジュプトル、ニックキガバイトが、あ、電光石火。おお、リーフブレード。あ、すごい強い。さすがジュプトル。早くしろ、先を急ぐぞ。あ、はいはい。すげえ先急がせるの。まあ追われてるもんね、実際追われてたし、ね、ヤミラミ。あ、ムーマージだ。え、かわいい。ねえねえ、俺と一緒に時渡らない？おいでよ。お、抜けたぞ。黒の森奥地。おー、マジで全部時止まってるわ。ダンジョン内は色ついてたの。ここにセレビーがいるの？セレビー。そうだ。あ、こんななんでもない道端に。前に出会ったのもここら辺だった。あ、そうなんだ。闇のディアルガにこの場所を知られていたら、セレビはここからもう逃げているだろうが。タイムスリップさん知ってるなら知られてそうだけど、まだ知られてないようであれば、セレビはきっとまだここにいるに違いない。たまたま出会ったのかな、ジュプトルは、セレビと。おーい、セレビー、俺だ！ジュプトルだ！そんな、そんな大声で呼ぶんだ。いるなら姿を現してくれ！うん、いるのか、セレビー。あれ？出てこない。出て、来ないね。うん、ちょっと気まずさあるな。店員呼んだのに来なかった時みたいな。やっぱり闇のディアルガに追われて、逃げちゃったのかな？どうなんだろう。でもここまで来て、まさかもうディアルガに捕まってたりしたら。おお、捕まるですって。あ、わっ、どこからか声がいるじゃん。普通にいたわ。え、どこから、これ何、館内放送。
何も聞こえないな。どこから声が？さっきのは気のせいだったのかな。いや全員聞いたけど。え？うふふ、気のせいじゃないわ。早く出てきてよ。私が捕まるですって？あ、もうそれ2回目。失礼ね。私が捕まるなんて。てか、こんな口調なんだ。絶対ありえないわ、うふふ。すごい女子味を感じるんだけど。あ！あー出て、え？あー、え？すごいピンク！お久しぶりです、ジュプトルさん。え？色違い？色違いのセレビ？あー久しぶり。めちゃくちゃレアなセレビ出てきた。4000分の1セレビーだ。セレビー。これがセレビー？これとか言うの。この人がね。ちょっと、君ね。あ、怒ってる。セレビーって青筋立てたりするんだ。私、あなたにこれ呼ばわりされる筋合いはないんだけど。あー、ほら、怒られてるよ。俺と同じ疑問を抱いてるよ。あ、あー、ごめん。セレビってこの吉高由里子みたいな口調だったの。時間を超える力を使うって聞いたから、なんかものすごいポケモン想像してたんだけど。いやすごいだろ。セレビーはすごいよ。失礼ね。子供の頃めっちゃ欲しかったよセレビー。見た目で判断するのは良くないわよ。うん。でも、あ、ニコー、許してあげる。あー、よかったなチョコビ。だってそれって私が思いのほか可愛くて特別ってことでしょ？うふふ。あ、なんかすごいすごいラフな性格だセレビ。可愛い。おい、なぜ汗を垂らす。まあまあ可愛いだろう。セレビ、また力を貸してほしいんだ。こんなラフなんだなセレビって。分かってます。こうやってジュプトルさんがまたやってきたってことは、うん、過去の世界で失敗したから戻ってきたんでしょ。ああ見透かされている。うっ、てかそんな気軽にタイムリープできるもんなの？何回も。まあそうだが、しっかりしてくださいよね。私もう嫌ですから。めちゃくちゃ邪魔しちゃったからな俺ら。こんな暗い世界で生きていくのはもう。ああなるほどね、それで協力してんだ。悪いが無駄口叩いている暇はないんだ。おい。闇ラミに追われている。態度でかいね。早く行かないとここにも迷惑をか、いや、確かに。実際来てたからな。ウィーっつって。うふふ。大丈夫ですよ。心配しないで。あ、そうなの？私、闇ラミが来たってどうってことない。え、本当に？タイプ相性だいぶ悪いよ。闇ラミと。それにもし星の停止を食い止めることができて、この暗黒の世界が変わるなら、あ、私も命を懸けて、おお、ジュプトルさんに協力します。なるほどね、ちゃんと協力者がいたんだなジュプトル。それで時の回廊は？時の回廊なんだそれ。はい、近くにあります。うん、この森を越えた高台の上に時の回廊はあります。時の回廊って何？よかった、早く案内してくれ。あそこから時渡りができる。はい、ニコー、今回時の回廊を渡るのはこの3匹ですか？ああ、そうだね。ああそうだ、複数人行けるんだ。お、あら、そっちの子は？お、あれ？俺？なんだ？え、何かに気づいている。え？いえ、まさかね。え、何？いや、絶対関係あるやつ、そのまさかねって思ったやつ。どうかしたのか、スレビー。ランタンを知っているんじゃない？ううん。なんでもない。いや、言ってー！大体何でもないことないから、そういう時。では皆さん、行きましょう、時の回廊へ。え、ヨノワールに続きセレビーも、俺のことなんか知ってる風だったぞ。
なあジュプトル、その時の回廊って何なの？ああチョコビ、何でも聞いてくれるなチョコビよ。時の回廊はセレビーの時渡りに使われる回廊で、ああやっぱそうなんだ。時空を超えることができる秘密の道だ。道？小さな時渡りだったら私だけでも行けるんだけど、小さな時渡りって何？時代を大きく超えるような時渡りは、ああそういうことね。時の回廊を使わないといけないの。あ、じゃあヨノワールさんやっぱディアルガの力できたのか。じゃあオイラたちもその回廊を通れば、ああ戻れる、過去へ戻ることができる。あ、セレビーの力でだけで戻れるわけじゃないんだな。あ、見えてきました。また石化してるよガルーラ。あれここ、あそこが高台へ通じる入り口です。あーまたダンジョンか、なるほどね。時の回廊はあそこの上にあります。結構遠いんだな時の回廊まで。よし、準備ができたらすぐに出発しよう。うん、行くか。あ、準備してるちゃんとガルーラ像で準備してる、ジュプトル。ねえねえ君、あ、俺ちょっと内緒の話なんだけど。ああ、何？ジュプトルさんって実はすごくせっかちなの、知ってた？ああ、確かになんかそんな感じっすね。急ぐのはわかるんだけど、もうちょっとゆっくりしてくれた方が。でも追われてるからな。私も嬉しいんだけどな。え、どういうこと？ゆっくりしてくれた方が？できるだけ長い時間一緒に。おい！あ、そ、あ、そういう、あ、そうなの？あ、やっぱそれなんか種族間のそういう違いとか別に関係ないんだポケモンは。あ、あ、じゃあテレテンちゃんえ、かわいいそういう意味じゃないからねペラップ、ペラップでも聞いたそのセリフ。私特に何も思ってないんだからね、勘違いしないでよね。ツンデレ多すぎんポケモン界あ、そうなんだ。あ、だから協力してる節もあるのかなジュプトルに。それより早く行きましょう。いいなジュプトル、お前伝説ポケモンに惚れられるとこもすげえな。なあ、時の回廊を通れば過去へも、ああ、うん、もう少しだ。いや、こういう要素もちゃんとあるんだポケダン懐の深いゲームだぞ。森の高台、あ、セレビーもいる、レベル4。あ、セレビーもついてきてくれるんだちゃんと。私は簡単にはやられないわよ。てか草タイプを、このパーティータイプ偏りすぎだろ。リーフィアには注意しろよ。今度はリーフィアかよ、前はガバイトだった。早く先に進もう。おい、行こうかチョコビ。ごめんな、なんか草タイプばっかで若干居心地の悪さ感じるかもしれない。お、でかー、ハガネール、でかサイズ感リアルなんだけど、ハガネールだけまあでも、おお袋だ、あ、買って結構、あ、すごいロックカットしてる、4倍速になってる。ほら、よしよしよし、倒した。ハガネールだけサイズ感がザ・リアルだった。オッケー、あ、チョコビが一匹で頑張ってる、頑張れ。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、さすがチョコビ。あ、いけた。あ、見えてきました。見えた？時の回廊が、あそこです。おお、すごい、なにこれ、アーチだ。卒業生見送る時のやつみたいになってる。あれが時の回廊なの？すごい分かりやすいな時の回廊。そうだ、あれが時の回廊だ。復唱ありがとう。あそこを通って俺は過去に行ったんだ。ああ、じゃあ過去に戻れる、いよいよ。時の回廊の扉を開けられるのはセレビーだけだ。あ、そうなんだ、それ自体がセレビーの能力。早速扉を開けてくれ。はい、うん、待て、あ、そこまでだ。この声は、この声は
まさか、まさかも全部復唱していく。お前たち久しぶりだな。久しぶり？あ、ヨノワールさん、先回りされていた。ヨノワール、まあ確かに久しぶりか。ヨノワールさん、あんまり間空いた気しないな。だいぶ逃げ回ったようだが、残念ながらもうおしまいだ。ヤミラミに報告されてきたのか。溜めてきた。いや、ヤミラミも6匹いる。これヨノワールさんの手持ちなのか。ヤミラミパーティー、そういうことか。ヨノワール、俺たちをわざと泳がせてセレビーまで捕らえたかったってことか。あ、そういうことなの。セレビーも狙っていたのか、同時に。え？じゃ、オイラたちずっと後をつけられてたってこと？ういうい、ういうい。ふん、こんなことになるとはな。え、なんか余裕あるな、ジュクト。悪いな、セレビー。あら、謝るなんてジュプトルさんらしくないですよ。あ、そうなの。あんま謝らないの、ジュクト。それに私が捕まると思います？うふふ。確かに伝説だしね、セレビーはね。あ、寄ってきてる。お前たち戦う準備は。あ、やるか。任せろ、ここまで全て暴力で解決してきた。え、あ、もちろんやるぞ、チョコビ。ここは強行突破するぞ。あいつらを蹴散らし、時の回廊に飛び込む。まあ確かに、ヤミラミ6匹とヨノワールさんぐらいならなんとかなりそうだ。わかった。ふっ、抵抗するのか。無駄なことはやめろ。ジュプトルもヨノワールさんもふっふふふ言いやがって。お前たちに勝ち目はない。そんなことやってみなきゃわからないだろ。熱血主人公みたいになってる。ヨノワール、お前が相手だろうがな。やっぱそんなに強いんだな、ヨノワールさん。ジュプトル、ここに来たのは私だけだと思ってるのか。え、どういうこと。何？え、他にも来てんの？ディアルガ、え、ディアルガ様来てる！うわ！あたりが急にま、あ、ディアルガ様、あそこから出れるんだ。あの暗いところから。あ！ぐおー！え？あー！上画面で、ディアルガ様が！あ、あー、ちっちゃ！画面比率の関係ですごいちっちゃいディアルガ様。うわー！ディアルガ様だ。あれは現場に来るタイプの上司。ジュプトル、あれは、いや、ディアルガだよ。さっき言ってただろ、ディアルガって。あれは闇のディアルガだ。闇のディアルガさんみたいになってる。リアクション担当、あれが、そうだよ、あれが闇ので、そうだよ。何回確認するんだ。どうした、ジュプトル。まあでも確認は大事。さっきの威勢の良さは、ディアルガ様めっちゃフットワーク軽かった。ジュプトルさん、あー、すごい参ってる。もはやここまで、あ、やっぱダメなんだ、ディアルガバリ強なんだな。どうして。いや、こっちにも伝説いるぞ。一応戦うんじゃなかったのか。無理だ。ヨノワールだけならともかく、ディアルガが相手ではとてもかまん、そうなんだ。セレビーが相手は無理なのか。お前たちもよく頑張ってきたが、すまないな。諦めモードじゃん、もう。ここでおしまいだ。そんな、ジュプトル。降参だ、ヨノワール。降参してる。好きにしろ。そんなに？ジュプトルさん、ディアルガ様来ただけで。どうした、ジュプトル。お前にしてはやけに諦めが早いな。ヨノワールさんにも言われてるし。まあな、確かに俺は諦めたが、しかしまだ希望はある。え、あるの？希望？
セレビーも知ってると思うが、あの時星の停止を食い止めるため過去に行ったのは、うん、俺だけじゃない。もう一人いる。あれ？え？オイラたちの世界に行ったのはジュプトル一匹だけじゃなかった。あれ？いや、まあまあまだわかんないな。でもそうだ、俺には相棒がいた。相棒。俺はそいつと一緒に過去へ向かったのだ。ジュプトルの相棒。ただ時の回廊を通っている時トラブルがあり、俺たちは互いに剥が…おい、ちょっと待って。鳥肌が立ってきたぞ。あいつはまだ過去の世界にいるはずだ。いや待て、だからたとえ俺がいなくなってもあいつがきっと俺の代わりに使命を、星の停止を食い止めてくれるに違いない。いや、これもうそうとしか思えないけど。ヨノアルさん、ふふふふふ、笑ってるー。何がおかしい。もう笑ってるじゃん、ヨノアルさん。ふっ、お前の他にも過去に行ったやつがいると言うが、うん、ちなみにそいつの名前は。おお、名前言わすの。そいつの名前を言ってみろ。ジャギ様みたいになってる。聞いてどうするんだ。うん、なんだ、言えんのか。聞きたいな。でもそんなことはない。名前はランタン。やっぱりー。あー、なるほどね。俺の親友だ。あ、親友なの？親友だったの？しかも俺と？な、え、でも待って、俺元人間だぞ。なんだって？元からポケモンじゃないよ。でもジュプトル、ランタンだって？さ、ジュプトルの前で名乗ったことなかったか。まだここにいるのがランタンだよ。そうだよ。え、同姓同名？なんだって？うん。お前が、ランタンだと？はい。どうも、ジャック・オー・ランタンです。チャンネル登録をよろしくお願いします。いや、違う。違うの？俺の知っているランタンはポケモンじゃない。ゲーム実況者のランタンです。俺の知っているランタンは、人間なんだ。ゲーム実況を十数年やってるやばいおっさんなんだ。いや、もう確定じゃん。てか人間だったの？人間と仲良しだった。わはははは。もうお腹で笑ってるよ、ヨノワールさんが。その通り、文字通り腹から笑ってる。ジュプトルよ、そこにいるのはランタンに間違いない。人間でゲーム実況やってるランタンなんて一人しかいないよ。なに？そいつはもともと人間だったのだ。すごいな。なんだこの展開。なんだと？俺ジュプトルの相棒だったの、人間時代。ディアルガ様が私に与えた使命、それは過去に行ったジュプトルとランタンを消すことだった。だから笑ったのね、俺の名前聞いたとき。そしてお前たち2匹を追ってタイムスリップしたのだ。視聴者じゃなかったヨノワールさん、やっぱり。過去の世界に行った私は情報を集めながらお前たちを探していた。ああ。あ、そしてある時オイラン家に出会った。出会いましたね。おう、あなたたちは確かに、いや、俺とジュプトルがそうだったんだ。ただあの時は何も感じなかったが。はあ。ああ、偶然、時空の叫びか。やっぱ時空の叫び、時空の叫びの話を聞いた時まさかとは思ったが、そ
もそもこの能力は何なの？私の中にある考えが芽生え始めたのだ。時空の叫びで気づいたってこと？そして、うん、あ、ここね、俺の名前を告げるシーン。ポケモンではなく人間だった。人間？なんと元々は人間で、しかも記憶がないというじゃないか。そこで確信したってことね、ヨノワール。時空の叫びを持つ人間。私は確信した。時空の叫びは元から持ってたんだ俺。その名前はジャック・オ・ランタンです。ランタンさん。ここで視聴者説が強まったと思ったが、なるほどね、これで笑ったのか。でも、なんでポケモンになったの俺。人間から。間違いない、こいつこそ私が追っていたランタンだったのだ。てか未来世界では普通に人間とポケモンが共存してたってことか。ランタンが記憶を失いポケモンになってしまったのは、うん、おそらくタイムスリップ中の事故か何かでそうなったのだろう。事故か何か、どんな事故、ポケモンになるって。とにかくランタンが記憶を失ったのはラッキーだったよ。リアルにその事故開いたよ。私を見てもわからないわけだからな。確かにね、こいつらはこのまま信用させておけばいつでも未来へ連れて行ける。ってことは人間時代の俺はヨノワールさんのこと知ってたってこと。あ、チョコビ。ヨノワールさんはやっぱり、あとはジュプトル、貴様さえなんとかすればよかったんだ。だから俺も未来に連れてきたんだ。自分は未来の人間だった。うん、しかもジュプトルの相棒として星の停止を食い止めるために。いや、すごいじゃん俺、人間時代のチョコビがいる世界やってきたって。すごいヒロイックな人間だったんだな俺。ジュプトルとランタン2匹は今ここにいる。え、チョコビは？チョコビなんで連れてこられた？お前たちを倒せば全てが終わる。ジュプトル、お前の儚い希望も含めて、よー、すべてがな、どうするんだこれ。わあ、また腹から笑ってるけど。ふう、ヨノワールさん、あ、チョコビが。いや、ヨノワール、呼び捨てになった。覚悟はできているようだな。ジュプトル、どうする。ランタン、もう一言も喋んなくなっちゃった。ジュプトル、消えるがよい。これがお前たちの最後だ。ええー、うぃー